こんにちは、森本です。本日はこの私、森本にちょっとすごいことが起こったので、それをですね、ちょっとこうお話しさせていただきたいなと思っておりますが、まずこの動画をですね、初めて見た方に簡単に説明すると、この動画チャンネルではテクノハウス系のクラブミュージックの情報を発信しております。まあ、DJ のテクニックであったりとか、まあ、DJ が何やってるのかっていう説明であったりとか、まあ、音楽ジャンルのまあ、細々したこととかの、まあ、調べればわかるんですけども、調べるこうめんどくさい方なんかには、もう見ていただければ一発でこうわかるようなような内容にですねして発信をしております。なのでよかったら過去の動画とか見ていただければ嬉しいです。っていうお前誰だとこう思われてる方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をさせていただくと、私は信春森本という名前で楽曲を作って、まあ、海外のですねテクノハウス系のレーベルからこうリリースをしていたりとか、国内では月に日本のレギュラーで DJ をさせていただいております。で、私がリリースした楽曲はですね、結構有名な DJ もこう現場で使っていただいたりとか、僕が作った DJ ミックスをですね、あのレーベルに提供してわりかし好評を得たりとかしているので、まあ私の言っていることがこう本当に嘘ばっかりじゃなくて、ある程度こう信憑性を持ってこう聞いていただける内容なんじゃないかなと思っておりますので、よかったらこの動画も最後まで見ていただければ嬉しいです。では、早速、私に起こったすごいことっていうお話をさせていただきたいんですが、まず何かっていうと、まあすごい、DJ の方、アーティストの方とちょっと共演させていただくっていう話です。しかも私が本当好きな方なので、これはもうめちゃくちゃ嬉しいので動画を作っているんですけども、一人目がですね、DJ でありアーティストであり、バンドもされているもうミュージシャンの方なんですけども、その方は杉浦さんです。この方がですね、私が、デイイベントで毎月、第3木曜日に開催しているアウトサイダーというパーティーにですね出ていただけることになりまして、そこで共演させていただくことになりました。デイパーティーなので、夜の7時からですね、11時20分までの終電までに帰れる、会社終わりにこう立ち寄れるような時間帯にしているパーティーとなります。ここにですね、杉浦さんという素晴らしいアーティストが出るので、すごくゴージャスなデイパーティーとなります。杉浦さんのことをご存知な方は、もう説明する必要ないんですけども、まあ割かしクラブミュージック初心者の方がこの動画見てくださっていることが多いので、まあ簡単に説明すると、まあ僕の解釈にもなってしまうんですけど、クラブミュージックを軸にバンドサウンドから本当にゴリゴリのクラブミュージックサウンドのこう架け橋になるような、そういったサウンドの曲を作っている方で、さらに DJ としてはマンチェスターであったりとかイビザ島なんかでですねレギュラーを持っていたようなすごい大御所 DJ でもあります。過去には電気グループのサポートメンバーとしてもライブ出演している方で、本当にもう信頼感がこうミュージックシーンではですね非常に高い方で、最近リリースされたアルバムサムワンイズダンシングっていうアルバムなんですけども、こちらももうめちゃくちゃ良くて、様々なアーティストをフューチャリングしたアルバムなんですが、サウンドがこう温かくて、かつ太くて、かつやっぱクラブミュージックが好きな人のちょっとこう金銭に触れるというか、こうちょっとこうグッとこう涙がこう込み上げてきそうな、本当に優しいサウンドでありながらもすごくダークな感じも持っているって、非常になんかこう新しいサウンドを聴いてるのに少しこうノスタルジックになる部分もあるっていう、なんとも言えない不思議な気持ちにさせてくれるんですけども、こういう風になんかこう心が動くものでもう感動させられてるんですけども、そういう作品になるので、ぜひ個人的にも多くの方にこう聞いていただきたいアルバムとなります。そして杉浦さんの人柄みたいなのがよく伝わる動画が最近、小川さんのチャンネルに上がっていて、小川さんは私と一緒にアウトサイダーの、レジデンツをされている方で、彼女も、私と同じようにこう YouTube チャンネルを持ってるんですけども、ここでですねインタビュー動画が上がってますので、そちら非常に面白いので見ていただければと思います。今3500回ぐらいですかね見られてるんですけども、3500回しか回ってないのはおかしいなというか、めちゃくちゃいい動画になっているので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。そしてこのアウトサイダーというパーティーは中目黒にあるソルファというクラブでしているんですが、フロアが2つありまして、メインフロアとラウンジフロアっていうのがあるんですけども、ラウンジフロアの方はブラジル出身日本在住のフォックスさんであったり、同じく中目黒のヘイブンっていう新しいクラブ、めちゃくちゃかっこいいところを中心に、東京エリアでですねたくさんの、様々な、イベントパーティーに出演されているミッチョさん、そして、同じく渋谷を中心ですね
本当にたくさんのイベントで活躍されているトゥルーウィンターさん、そしてこれ呼び方は私ちょっとわかんないですけど964センチさんですかね。この方は私のこのアウトサイダーというパーティーに足しげく通ってくださっていて、また他の私が出演しているこうイベントやパーティーにもですね遊びに来てくださっている方で、仲良くなって何してるんですかみたいな話になった時に、映像のクリエイターであるっていうことと DJ をしているっていうことを聞いたので、非常にこう感性に富んでいる方ということもあって DJ をですねちょっと今回お願いしたということになります。まあ、こんな感じですね、結構アウトサイダーってそのアウトサイダーっていうパーティーで出会った人が出演することが結構あるので、まあ、なんかこれから DJ 始めていきたいとかクラブミュージックに詳しくなっていきたいという方なんかはですね、非常に入り口としてはいいパーティーになっているので遊びに来ていただければと思います。そして、ソリッドルームズなんですけども、こちらはパーティーネームでこうちょっとこう今回出ていただくんですけども、このパーティーソリッドルームズで私今 T シャツ着てるんですけども、このパーティーのオーガナイズのマルコさんとですねコスモギャングさんが2人で多分B2B をされるのか、もしくは別々に、それぞれが DJ してくださるか、ちょっと、の蓋を開けてみないとわからないところにはなるんですけども、このお二人が出演してくださいます。このお二人も、このアウトサイダーっていうパーティーで知り合って、意気投合して、ソリッドルームズというイベントを立ち上げたんですけど、このパーティーこの間行ってきたんですが、前情報として90年縛りのテクノがかかっているっていうことで遊びに行ってきました。実際のところ、まあハウスっぽいものもかかっているんですけども、そこも、なんか90年現代のテクノとハウスがこうクロスオーバーすごくしている部分を垣間見れたっていうのと、このパーティーもまあめちゃくちゃ良かったです。もう一言で言うと本当に良かったです。で、何が良かったかっていうと、ただこう90年代のものをかかっているのを聞いているっていう、そういったものじゃなく、クラブミュージックってこうどん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 次から次に新しいサウンドが生まれてくるので、その度にいろんなものがですねこう消費されていって、排他的にこう忘れ去られていくっていうところがあって、で90年代、80年代もそうなんですけど、そういった頃のサウンドって、まあ、今にこうルーツとしてつながっている、もう系譜としてしっかりとつながっているものはあるんですが、やはりそこをこう掘ることって結構少なかったり、ロックとかと比べるとこうサウンドの何ですか、こう成長速度がめちゃくちゃ早いんですよね。こう20、30年前のサウンドと今のサウンドを聞き比べた時に、もう明らかに今の方がもうめちゃくちゃいいんですよ。これをロックで例えると、本当に60年代のロックを聞いた後に最近のロックを聞くぐらい、それぐらいのサウンドのクオリティの違いっていうのがですね、もう目に見えてっていう方はちょっとサウンドなんてできないんですけど、本当にもう全然違うんですよね。それぐらいサウンドのクオリティっていうものがこう変わっている中、聞かれなくなっていった90年代のサウンドをもう一度聞ける。で、しかも90年代って大体がこうレコードだけでのこう発信になるので、音源としてあんまりこう残っていなかったりするっていうのもあるのと、やはりクラブミュージックなので、クラブで聞かないとこう感じれない部分っていうのがあるんですね。まあもちろんロックもそうだと思います。ライブハウスじゃないと感じれないものもあると思います。生演奏じゃないと。でもそれを録音してリリースした後に、ロックはこう家で聴くものなんですけど、クラブミュージックはそれをクラブで聴くものとして作っているので、やっぱりこうクラブで聴いてほしいっていうのがあるんですね。で、それを体験できる素晴らしいパーティーですし、若い方にとっては新しい刺激に絶対なると思いますし、私みたいにこう90年代からこう2000年代初頭クラブに行って多感な青春をですね過ごしていた方に関しては、忘れかけていた熱いものがこう思い出せる場所になっています。このパーティーで過ごしている時間、昔は大阪にいたんですけども、その大阪のクラブロケッツとかベイサイドジェニー、ああいったところでこう過ごした青春がすごくこと細かく思い出されて、あの頃どういう気持ちでこう音楽に感動していたかっていうのも、そういった気持ちっていうのを思い出すのって非常に重要だなと思いました。なぜなら DJ でこうセットを組む時の考え方なんかも本当に変わったので、このパーティーは、イベントはぜひ遊びに行ってほしいなと思います。この T シャツはその、コスモギャングさん、この方、デザイナーもしていて、DJ あと曲も作られている方で、本当にセンスがいい方で
どうですか？こう90年代テクノが好きな方とか、ちょっとこう心くすぐられるようなデザインじゃないんでしょうか？私もこう入場して結構すぐに買いました。あと、このアウトサイダーでは、私が毎回ですね、DJ レッスンみたいな、このワークショップをしております。DJ が何をしているのか知りたいっていう方からですね、ほんと初心者 DJ で最近始めましたみたいな方にとっては、ためになるであろうお話をさせていただいているので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして、この、ま、一つ目の報告長くなったんですけど、まだあるんですね。もう一つすごいことがあって、それ何かっていうと、DJ の、洋平響さんと共演させていただくことになりました。この方の、まあ、DJ もそうですが、怪談話とかもものすごい好きで、まあ、要は響陽平さんっていう方がもう大好きなんですね。もう響陽平さんのファンなんですね。なのでこの方と私怪談できないので、まあ、共演させていただくってなればもうこの音楽しかないと思っていたんですが、ついにこの夢が叶いました。プラグっていうパーティーは毎月第1土曜日に開催しているパーティーになっていて、この響陽平さんが出ていただく回は11月2日の土曜日となります。響陽平さんのことはもうご存知の方多いと思います。地上波でも出られていますし、もうあらゆるこう YouTube チャンネルも出られている方ですし、たくさんのパーティーにも DJ として出演されている方なので、今更私がこう細かく説明する必要はないと思いますが、まあ、語りにご説明すると、 DJ であり怪談師という方なんですが、 DJ としてはテクノ系なんですけども、スクラッチだったりとかジャグリングとか、まあ、そういったテクニックスキルがものすごく卓越された方であり、そういったスタイルを織り交ぜた DJ スタイルってやっぱりテクノハウス系のはすごく少ないので、本当に稀有な存在となります。そして、まあ、怪談師に関しては非常に有名な方なので、怪談系で探すと響陽平さんが出演されてるやつポンとすぐ出てくると思うので、まあ、詳しくはそちらから見ていただければと思います。私はもう非常に怪談が好きなので、YouTube でその怖い話を聞きながら寝るっていうのが毎晩の日課なんですけども、その中にやっぱり響陽平さんはかなりの頻度で私は聞いているので、今から本当に楽しみで、そしてこのプラグっていうのは一世さんという DJ と私森本がですね、一緒にオーガナイズをしているパーティーとなっていて、で今回その響陽平さんが出ていただくのと、葵さん、いろんなところでですねこう DJ をされていて、本当に経験値豊かな方が出ていただけるっていうのと、あと私個人的に好きな DJ ヒロさんにですねちょっと声をかけさせていただいて、このお二人にですねご出演していただいて、計5名でですね一晩をちょっとこう作るというような感じになっておりますので、ご興味ある方はぜひぜひ遊びに来てください。というわけで、今回の動画は、まあ私に起こったこの素晴らしいアーティスト2名と、共演できるっていう報告になります。本当にもう報告だけの動画なんで、申し訳ございません。他の動画では割りかしこう役に立つ情報もあるかと思いますので、ご興味ある方はそちらの方も見ていただければと思います。それでは今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。また新しい動画を作りますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。